チャオ、あっちゃんです。今日も暑いねっていうことでいきましょう。今日のあっちゃんのアイスタイム、これリピやねんけども、森永の、しっとりビスケットサンド、ミルク感際立つさらに引き立つしっとりビスケットサンド、バニラビーンズ仕様のアイスクリームです。アイスクリームやねんけど、これも100円ぐらいしたいんで、アイスクリームはやっぱりね、濃厚さが違うから美味しいんだよね。体にもね、ちょっとは優しい、ね、体にいいんじゃなくね、体に優しい。じゃあいただきます。これうまいね。あ、どけ。今買い物行ってきてね。ね、帰ってきて。ちょっと欲しいものがあって。欲しいものあってってどこやろな。頭痛やっけ、だから頭痛やっかいんでいいね。うまいにゃ。今日はね、日曜日ってことでね、出かけたくはなくてんけども、行ってきてんけどね、そんなことねなかった。お盆も終わって台風やから、多分お盆でみんな出し尽くしたやと思う。だから今日は意外と空いてた。お盆の時やばかったからね、レジね、すごかった。今日はマシだったからね。パッケージがですね、ちょっとベタって今。やっぱりね、アイスクリームの濃厚感がいい。バニラビーンズだね。ビスケットさんも結構ね、まあまあの頻度で買うねんけど、美味しいやつって決まってるから、まあ限定とか新商品とか出たら別やけど、定番で行くんやったら大体決まってくるんで、本を開けるとね、やっぱり一気に秋の気配で、なんていうのかな、昼間とかに出かけたら肌を刺すような暑さっていうの、なんか太陽光が突き刺さるみたいな暑さがなくなって、暑いは暑いけど、何でもない。で、湿度が低いかな。車、駐車場ちょっとほっといて乗ったら、もう、中ジンジンに熱なってんねんけど、でも、そんなに不快じゃない。もう夏場やと乗ってられへん、ゲー吐きそうな感じしない。でも、温度自体はそんなに下がってないと思うねんけど、なんていうのかな、そんなに不快さがなくなってんのね。だから、なんか、ちょっとこう、止めて、ちょっと待ってね。
ちょっとね、火にかけとって、ストメリーで。もうじりんじりんにね、熱くなって、熱いねってやるできねえけどね、ベタベタしたから。で、でねんけども、夏の暑さとは違う。やっぱお盆越えついたら涼しになるって言うんだけどね。で、昨日ね、窓開けて寝たらね、快適やったの。エアコンいらんかったよ。まだこれでちょっと電気代増しになるかな。まあパソコンの電気がめちゃくちゃ食うから、これからね、秋の夜長はね、パソコンつけて長らく作業することが増えてくる。特に夜快適になってきたりしたら、パソコン作業増えてくるしね、秋からにかけてね、プラモデルがまた夜中するんよ、あっちゃん。だから、とかゲームとかするからね、ゲームはね、もっと電気食うんよ。パソコンガンガン熱なるファンもあってね。だから、特に、最近の映像クオリティ高いから熱持つからね、熱持つイコール電気食うってことやね。だからそこは節約しようね、ねんけども、やっぱりね、前の家電気代高かったなっちゃうのパソコンやわ、こいつが犯人だからパソコンで、ね、YouTube の仕事やねんけど、仕事やから節約できへんところもあるしね。まあまだこれでも足らんから、もうワンランク上のパソコンが欲しいんよ。次買うときはもうワンランク上げようと思うから、ワット数はあと100ワット、1200ぐらいの、1200かなぐらいの電源ユニット入れたろうかなって、ね、それぐらいのマザーボード入れたいのね。で、このマザーボードでは今ちょっとね、全然ちょっとスペック足らんのよ。マザーボードを変え、マザーボードじゃないで。マザーボードを変えないと、LANポートを変えられない。LANポートを変えへんかったら、今で10ギガで激速になってるけど、さらにそれをポテンシャル最大限に活かそうと思ったら、10ギガのね、対応がもうちょっと早い。ね、まずあれに、LANポートに変えていかないといけない。だから LANポートに変えるためにマザーボードを変えないといけない。で、マザーボードを変えたら、最新の CPU が乗る、最新のグラフィックボードが乗るってなったら、やりたいやん。ってなったら電源はもっといる。来るのよ、うん。でもそれを使いこなしてパソコンで触れるようになるだけの収益を得られたらいい。だからね、まあゲーム実況も頑張っていく。ゲーム実況だけでね、家建てるぐらい、フェラーリ買えるぐらい稼いでる人もいてる。で、模型動画でフェラーリ買える。模型動画で買ってるんちゃうけどね。模型動画でもフェラーリ買えるぐらい稼ぐことができる。で、もちろんね、YouTube でいろんなネタやっててね、世界一の YouTuber になれる。ランボルギーニをね、粉砕機に掘り込めるぐらいの YouTuber になれる。やったあかん、やったあかん、そんなこと。ランボルギーニ粉砕機掘り込んでね、とんでもないことしとるよ。YouTuber が早く売るんだけどね、すごいよな、って思う。それぐらい稼げたらね、まあ、それも YouTuber として、夢のある世界やなって、そういう人たちもいてる、イコール可能性はあるってことやからね、だからそういうのが YouTuber なんでね。だからね、少年野球とね、野球少年が、パワープロやっとった少年がね、メジャーリーガーのね、なんていうの、何億円プレイヤーになる世界やからね。だからそこで頑張れるっていうのもあるからね。だからあっちゃんもね、YouTuber っていうのは可能性にかかる。だってね、カラオケしてみんな歌うでしょ。でも歌で何億って稼いでる人もいてるからね。だからその道でも極めたら、結局それぐらいの可能性がある。だから YouTuber にだって可能性があるね。で、あっちゃんがやってる副業にだって、その副業で稼いでね、すごい豪邸建てた人もいてる。だから頑張れるんよ。だからあっちゃんもちょっといろいろ真剣に頑張っていかなあかん時期に来てるなとは思ってんだけどね。どうもね、真剣さが自分の中に出てないよなと。頑張るしかないわ。はい、ということで、今日のあっちゃんの、おやつ、あっちゃんのアイス動画は、しっとりビスケットサンド。美味しかったです。アイスの中に茶色い粒はバニラビーンズです。バニラビーンズも入った本格的なアイスクリームが98円やったかな。で、買ってきました。美味しかったです。ということで、今日のあっちゃんのアイスタイム。
しっとりビスケットサンドで雑談、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。またこれリピします。